この選手、あのぜひあの外国の選手であの見てほしいというスーパースターをですね、ちょっとあの1選手挙げていただくと。ラテンアメリカ大好き人間でなんですけど、1人、あのラテンアメリカって剛腕系のクローザーとかがいっぱいいてですね。 彼ら、あの体のやっぱバネが特徴とされていてもう100で、プエルトリコのエドウィン・ディアーズっていうですね、普段、メッツのクローザーをやっている、まあ、最速165キロで、もうあの160キロバンバン投げてくるんですよ。で彼がですね、まあ、あのピッチャーとしてもすごくいいんですけど、去年、あのメジャーリーグですごく人気を博したのが、 登場曲がめちゃくちゃ話題になってですね、「なる子」っていう曲なんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ。あのトランペットがですね鳴り響いて、トゥトゥルトゥトゥー、トゥトゥルトゥトゥーって言って、トランペットのシングルあの演奏で入ってくるんですけどで、これが全米でめちゃくちゃ爆上がりしてですね、で彼はスーパースターに駆け上がってたんですね。 だから、で、今回、日本と当たるとしたら、決勝かもしれないですけど、もし、あの、よかったら、グループ D とか見てもらって、まあ、その前にですね、事前に YouTube とかで、なるコっていう曲をチェックしといてもらうと、一回聴いたら、すごい中毒性のある曲なんで、これね、うん、脳内で流しながら見てもらえると、めちゃくちゃ上がると思うんで、で、球がもう、めちゃくちゃ速いです。だから、彼はね、一人、おすすめですね。 クローザーです。右の5番系で。代表でもおそらくクローザーを任されそう。あっと思われます。うん